駅前系神奈川新町駅は、神奈川県横浜市神奈川区亀住町にある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK34。ホーム島式ホーム2面4線を有する地上駅。改札口は、国道15号側の正面の中央口と、運転車両部運転会育成センター内にある、西口の2カ所がある。ホームの有効長は、上り線12両分。 下り線8両分である。そのため、12両編成で運行される下り特急の、後部4両は、京急川崎止まりとして案内される。京急川崎駅から当駅までは、回送扱いで運転し、当駅で切り離しを行った後に、新町県尺へ入庫する場合と、全8両が出発後に4両編成の所定停止位置、目標まで移動し、6両編成の当駅止まりと、 車両交換をし、当駅始発普通として出発する二つのケースがある。当駅小安駅間は3線区間となっており、4番線は小安駅4番線へと線路が続いている。そのため、特急と普通の同時発車や回徳と、並走追い越しも行われている。また、例外として、先発の当駅3番線発普通と後発の4番線発特急、または、 エアポート急行が平面交差して、先発の当駅3番線発普通が小安4番線に入り、後発の当駅4番線発の特急、またはエアポート急行が本線に入り小安駅を通過し、普通が退避する場面がある。日中の下り普通は、当駅で海徳の通過待ちとエアポート急行の接続待ちを行う。また、一部の普通は当駅で乗り継ぎとなる。 かつては朝ラッシュ時の一部特急が当駅で回得を退避していた。なお、当駅は京急の運転場の拠点駅であるため車両の入れ替えが多く、他の運転拠点駅と同様に自動接近放送が導入されていない。ただし、自動接近放送の導入されていない他の運転拠点駅とは異なり、当駅では通過列車が存在するため、 列車が通過する際はあらかじめ信号書係員による放送を入れてホーム上の安全を確保している。新町検築への入り、デクのため当駅発着の列車が設定されている。かつては金沢文庫駅と同様に車両の方向幕において行き先が新町と省略表記されていたが現在は正式名称で表記されている。 2019年度の1日平均乗降人員は19,584人であり、京急線全72駅中36位。特急停車駅ではあるが、エアポート急行停車駅の京急鶴見駅、京急東神奈川駅、普通のみ停車する鶴見市場駅、生麦駅より少ない。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は、下表の通り、 ありがとうございます。